はい、見どころなんですけど、まあ、こちらが今回ファンタジーなお話、まあ、設定になってるんですけれども、まあ、できる限り日常にあるような感じで演出をしました。なので俳優さんたちの演技はとても自然なものになっていると思います。それが見どころです。東京少女の方はですね、まあ人に言ったら酔っちゃうかもしれないんですけども、酔っちゃうし聞き取れないし、なんだこれはってなるかもしれないんですけど、そんな中に何かしらの発見があるとは思うので、そういった部分に着目していただければなと思います。よろしくお願いします。映画はどんな存在か。そうですね、映画、まあ、恋愛とか遊ぶとか、そんなうちの一つなのかなっていう感じで、そんな特別な存在とは思わないんですね。ただ映画にしかできないもの、まあ、恋愛にしかできないものがあったりとかするように、映画にしかできないものってあると思うので、一つのジャンルです。来てね。